制作してました。フェンダーサイズの国フェ仕様ワイドレンジハンバッカーのプロトタイプの2番目です。プロトタイプ1は低出力気味で作ってみたんですが、プロトの2は少し出力を上げています。で、それで、音域的には少し、低音寄りになって、なおかつ分離感よりもちょっと倍音感的なのが出るというふうに作っています。あと、巻き方も少し低音寄りになるような巻き方にしてるっていうのもあります。で、プロト1の方は巻き方は低音寄りというよりはクリアで明るく抜ける感じで作ってます。で、どうでしょうか。クランチぐらいの DB2 にしてみます。Thank you.
で、74年と比べてみます。次は、ギブソンの、レスポールと比べてみます。オリジナルと比べてみて、プロトンよりは音的には低音に寄ってて、ちょっとあとポッティングも変えてるので少し響きがリッチになってます。ちょっとさすがに74年製と作ったばっかりは違いますし、あとボディ材質もモンキーポットとアッシュとで、やっぱりちょっと高音寄りになりますね。オーダーにで変更することもできます。